2015年最終戦徳島ミニバイクです。さあ衛星エキスパート決勝、さあ気温11度、路面温度16度、曇り。さあ、コーダがどうなんでしょうか。そしてユイトが2番のような感じがします。ちょっと奥で分かりづらい。エキスパート。さあ、傷だらけになったエキスパート。森です。路面温度もじわりじわりと下がってきています。16度ぐらい。さあ、湿度は 52% カラッとしています。風が吹く。さあ、腹が起きるのか、この S クラス。こんな感じでまとってます。
速乾で仕掛けたい野村優斗。リードするメリコータ。さあ、その均衡は破られる時が来るのか。さあ、ちらっと後ろにいたコータ、ちょっと岩木か。しかし、ライは帰れない。次レースなんで私中断します。